ルワンナムタ県は、ラオスの空営園の一つ。ラオス北部の県である。県とは、ルワンナムタ郡。ルワンナムタ県は、近年経済成長が著しく2013、14年度の GDP 成長率は8.9%、1人、あたり GDP は1244ドル。GDP 比では、農業セクターが51.6%。 工業セクターが22.4%、サービスセクターが26%を占める、典型的な山岳農業地域である。低地水田村においては、うきには、水稲柵と水田周辺部の高台を利用した、高身量野菜を中心とした、小規模な菜園が営まれ、寒気には、河川沿いの氾濫跡地を利用した比較的広い、面積の野菜柵が営まれる。一方、 谷間では3から7年の休館サイクルで焼き畑が営まれるが、それを保管する形で近年水田が小規模に行われるようになっている。野菜作は、雨季の焼き畑根作と寒気の河川沿いである。この村落周辺の森林はほぼ二次林化しており、焼き畑による生産性は低下している。山地焼き畑村においては5から20年の休館サイクルで雨季に、 焼き畑陸島栽培が行われる。野菜類は、岡シュ前に作付けされる焼き畑根作であり、寒気には、渓流近くで行われるアヘンとの根作野菜栽培が行われる。工芸作物や植林では、近年砂糖キビ、メーズ、キャッサバ、スイカ、バナナ、天然ゴム、茶などの栽培が盛んで、主に中国へ輸出されている。 特に天然ゴムの作付け面積は3万ヘクタールに達しているが2010年の価格1万5千キップ、キログラムから2014年には6千キップ、キログラムへと暴落している。売買される天然ゴム近年天然ゴムの加工工場やタピオカで塩粉工場が建設されている。ビエンプーカー郡ではタイの資本で石炭が採掘されていたが現在採掘が停止されている。 小規模水力発電ダムとして、ナムターサンダムでは、経済特区である某点、田園ンガームセッツが設置されている。県内を南北経済回廊である国道3号線が、通り、中国南部と台北部を結んでいる。また、ルアンナムター軍から新軍へは、国道17号 A 線、新軍からシェンコック村までは、国道17号線が、結びミャンマーに接続する。 南北経済回路を走るトラック空路では、ルアンナムター空港があり、ビエンチャン首都と結ぶ。ルアンナムター空港ルアンナムター県には、ヤオ族、ランテン族、タイルー族、クロウ、タイ族、アカ族、モン族、カム族らが住んでいる。ありがとうございます。